はい、こんにちは、サワディーカー。今日はですね、スワナプーム空港の周辺のグルメを紹介するということで、こちらラッカバン通りに来ております。これ今ラッカバン通りっていう通りなんですけども、空港の北側の幹線道路となってまして、こちら左手の方はですね、これずっと行くとスクンビット77オンヌット通りとなってます。今日はですね、空港周辺のグルメを紹介するということでこちらに来ております。こちら南向きの方が空港となります。この一角はですね、いろんなバーがあったり、タイ料理屋のレストランがあったりするんですけども、今日ご紹介するお店はこちらです。 A ラーメンっていういかにも怪しげな名前のラーメン屋さんなんですけども、特にラーメン好きのタイ人にはとっても人気のラーメン屋となってまして、バンコク近郊で何軒かこのお店があるんですけども、そのラーメン好きのタイ人が何で好きなのかっていうのを探ってみたいと思います。はい、ここに麺の好みだとかスープだとか辛さの程度を記入して、このボタンを押します。
はい、今いただきました。ラーメン好きのタイ人がなんで好きなのかっていうのは分かりましたね。日本の一蘭風のラーメン屋さんということでした。タイ人めっちゃ一蘭のラーメン好きですからね。で、味はですね、スープはちょっと辛めにしたんで、スープそのものの味は分かんなかったんですけども、麺はちょっとボソボソ感ありましたかね。最初のラーメンとともに替え玉もやってきましたんで、ちょっと麺を食べたところで替え玉をぶち込んでいただきましたけども、麺の硬さは普通でオーダーしたんですけども、ちょっとボソボソ感がありました。まあ、ただラーメンが150バーツ、替え玉が40バーツで、足して190バーツで食べれるっていうことで、まあ、値段的には安いですね。で、先ほどの A ラーメンの奥にですね、こちらマーラ串焼きがありますね。これめっちゃ辛いんですね。今ちょうどコロナの感染拡大防止でお店の中でのアルコール販売飲酒は禁止されてるんで、これ辛いの食べてもお酒がないと流せないんで苦しいですね。あとその横に金居酒屋という居酒屋さんがあります。ここランチもやってるんですかね。168バーツって書いてますけど、メニューは刺身から一品料理まで本当居酒屋っていう感じですね。値段もバンコクの中にある居酒屋さんよりもやっぱり安いですね。とんかつ98バーツ。これなんだろう、豚チョカ焼き丼。あ、これ豚生姜焼きですね。とローマ字は豚生姜焼き丼になってますけども、ひらがなは豚チョカ焼き丼になってます。タイあるあるですね。はい、こういったセットもの、お弁当もありますね。あとちょっとしたタイ料理もあります。これ豚骨ラーメン98バーツっていうことは、先ほどの A ラーメンよりも50バーツほど安いですね。ここの味が確かだったらこちらの方がコスパがいいっていうことですかね。はい、この金居酒屋はここは次回チェックしてみたいと思います。この辺のバーは今クローズになってますね。店内飲酒今禁止なので、お酒中心のお店は今クローズとなってます。ここ何軒かこのバーみたいなのがありますね。多分この辺はタイ人の方々が普通に食事に来たり飲みに来たりするところですね。それではここから実際に車で空港までどれぐらい時間がかかるのかを見てみたいと思います。ちなみに今日は平日の夕方でございます。Good day.
はい、ただいま空港に到着しました。先ほどの A ラーメンからはだいたい10分ぐらいで到着しました。はい、今回はスワンナプーム空港周辺グルメということで、タイ人に大人気の A ラーメンというラーメン屋さんをご紹介しました。あのラーメン屋さん以外にもですね、先ほどありましたように居酒屋だとか日本食屋さんが何軒かあったりですね、あとムー型と呼ばれるビュッフェのバーベキュー屋さんも何軒かあったり、この空港の中にはないレストランがいろいろありますんで、ちょっと時間に余裕のある方は先ほどのラッカバン通りで食事をしたり、もしくは到着後に寄られたりしてみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。コープマーカー。